目覚ましい成長を続ける中国経済、その中心地として変貌を続ける上海。1980年代の改革開放政策後の中国経済をリードしてきた中国最大の経済都市だ。上海は中国の東部に位置する。面積は6340平方キロメートル。東京都の3倍ほどの広さにおよそ1900万人の人々が暮らす。その人口は増え続けている。世界に先駆けてリニアモーターカーが開通した。勢いづく上海を象徴するかのように疾走する。世界からも注目を集めている。2009年4月に開催された上海モーターショーには、中国の巨大マーケットを狙い世界の自動車メーカーが集結した。さらに2010年5月には上海万博が開幕する。2008年の北京オリンピックに次ぐ中国の威信をかけた国家プロジェクトだ。来場者は1億人を超えると予測されている。上海の成長はますます加速するはずだ。そんな上海にはかつて輝く時代があった。今からおよそ80年前、その華やかな時代。華やかな芸術と文化が花開いた上海の黄金時代を栗山千明が旅する。そんな上海の黄金時代を生きた一人の美しい歌姫がいる。中国の美空ひばりとも言うべき国民的スター、周仙。しかしその人生は波乱に満ちたものだった。栄光と挫折、その激動の人生をたどる。そして上海には今も多くの歌姫たちが活躍している。未来都市に生きる現代の歌姫たちの活動を追った。さらに中国最古の演劇、世界遺産金劇。舞台の上で舞う歌姫たち、伝統の技に栗山千明が挑戦する。一方上海は中国映画発祥の地でもある。200億円もの巨費を投じて作られたアジア最大規模の映画撮影所。そこで出会ったもう一人の歌姫。過去と未来が交錯する街上海、その知られざる素顔に栗山千明が迫る。日中共同制作、摩天楼の下で舞う歌姫。巨大都市へ生まれ変わった上海。そんな上海に2008年、中国で一番高いビルが誕生した。このビルには世界一高い場所にある展望台が作られた。こんにちは。よろしくお願いします。栗山さん、上海環境研究中心にようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ご案内します。これから世界一高い展望台にご案内します。どうぞ。どんな景色だかちょっとワクワクしますね。そうですね。展望台に向かうエレベーターホールへ。景色だと思いますね。すごい。何これ。面白いでしょ。これ今上に出てる数字はですね、エレベーターが何メートルの高さにあるかっていうのを表してます、そうですね。ちょっとなんか未来的な感じがするでしょ。動いてるでしょ。はい、ゼロマイナス1に本当だ。今着きました。どうぞ。すごい、なんかアミューズメントみたいです。どうぞ。はい、失礼します。
これはですね、毎分480メートルのスピードで、95階まで一気に上がります。95階、はい、すごい、はい、展望台があるのは100階、途中の95階までこのエレベーターで登る。いや、なんか上とかもすごいなんか近未来な感じですよね。なんかワープしてるみたいな感じがします。お、今350メートルだから東京タワー超えましたよ。超えたんだ、うん、早いですね。早いです。約1分ぐらいで上まで上がりますね、はい、今420メートルです。地上101階、高さ492メートルの巨大なビル、上海環球金融中心。総工費は1250億円。日本の森ビルが開発を手掛けた。85階には世界一高い場所にあるプールも作られた。ビルにはホテルのほかオフィスや商業施設が入る。変貌する上海を象徴する存在だ。いよいよ世界一高い展望台に到着する。本当だ、見つけたいなった。これは ここしかないです、多分。そうですよ、はい、着きました。100階ですよ、どうぞ。はい、お待たせいたしました。お、本当だ、下が、透明ガラスになってるでしょ、ね、見えますね。ちょっとゾクゾクする。雲の中にいるみたいに、真っ白ですね。まあ、こんな景色がね、実は見えるんですけど、もっと晴れてる日だったらもっと見えますよね。今日は完全に雲の中入っちゃいましたね。それもそれででも不思議な感覚です。いいでしょ。はい、この建物本当に高いんですけど、うん、どうしてそんな大きいのを作ろうと思ったんですか。森ビルのですね、はい、私たちのその街づくりの理念がですね、はい、バーチカルガーデンシティ、垂直の緑園都市を作ろうということで、はい、そしてその立体的に街を作ってですね、オープンスペース、つまり、公園とかですね、緑を足元に豊かにして、もっともっとその豊かな生活をしたいなというのが私たちの原点なんですね。で、東京ではなかなかこれだけのビル建てられませんから、はい、上海でそのようやくその夢が実現したというところです。なるほど。こんなに本当に高いと建設するのも本当に大変だったんじゃないですか。大変でした、これを喋り出すとですね、はい、ちょっと止まらなくなって今日はちょっとやらせてもらうんですけど、本当にですね、大変でした。本当にここまで高いとちょっと高くするだけでもすごい大変ですよね。使った鉄骨の量とかコンクリートの量とかガラスパネルの量とか、めちゃくちゃすごいですよこれは。だからそのためにこのビルを作るためにこういった部材の工場まで作って、そこでこういったカーテンウォールを作ってこっちに持ってきました。もうなんか想像を絶しますね。2014年にはさらに巨大なビルが誕生する。未来都市へ変貌する上海。そんな上海は夜になるともう一つの顔を見せる。夜ごと街角から歌声が聞こえてくる。上海は音楽の街でもある。1920年代に上海にもたらされたジャズ、その灯火は現代に至るまで灯り続けてきた。そして街が生まれ変わろうとしている今、新しい音楽も奏でられている。そんな夜の上海でひときわ目立つダンスホールがある。およそ80年前から続く社交ダンスのホールだ。
すごい、ポスターとかが、あー、おー、皆さん踊ってますね。綺麗な場所です。ここには1930年代当時の VIP たちが夜ごと集いにぎわった。ここは日本の明治時代に注目を集めた鹿鳴館のような社交の場だった。そんなダンスホールで16歳からおよそ70年間踊り続けている女性がいる。たくさんの人々でにぎわった1930年代のこのダンスホールの様子を伺った。今でもこういうふうによく踊ってらっしゃるんですか？ええ、よく踊りますよ。ここには週に一度か二度は来ています。当時の様子は、ホールの様子はどういう感じだったんですか？アジアで最も大きなダンスホールでした。ですから会社の経営者など VIP たちが夜になるといつもここにお客さんを招待していたんですよ。ここに面している通りには車がいっぱいで止める場所もないほどでした。遠くまで行かないと車が止められないんです。歌を歌う人も多かったですね。人気歌手もたくさんここで歌っていました。それに当時有名だったバンドがよく演奏していました。そのメロディーは今も覚えていますよ。へー、そうなんですね。ありがとうございました。谢谢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 。夜の上海で見つけた華やかなダンスホール。ここには私の知らないもう一つの上海がありました。上海が輝いていたもう一つの黄金時代。そんな時代が訪れたきっかけは1840年に始まったアヘン戦争だ。イギリスと中国がアヘンの取引をめぐって戦ったこの争い、中国はイギリスに敗れ上海の一部を譲り渡した。その場所は疎開と言われる。中国にとっては不幸な時代ではあったが、イギリスの経済力によって上海は急速に発展した。上海の中心部バンドと呼ばれる一帯には当時の面影が今も残る。重厚な石造りの建築物、一方ここはフランス人が住んだフランス疎開だった場所。イギリスが疎開を作るとフランスやアメリカも競って疎開を作ったのだ。そして欧米の力によって上海に黄金期が訪れることになる。当時の面影が残る街並み、そんな街を歩いているとかつての黄金時代を生きた一人の歌姫と出会いました。その歌姫は今も上海の人たちに愛され続けている。こちらですよ。こちらが周星さんの CD です。その歌姫とは周仙。彼女の美しい歌声は当時黄金の歌声と称えられていた。周仙や、あの頃の歌手の歌が大好きですね。私も周仙さんの歌が大好き。
小さい頃から聞いていました。彼女の歌は当時どこでも流れていましたよ。1918年上海の近郊江蘇省に生まれた周銭。1930年代から40年代にかけて歌手として、そして女優として活躍した。これは周銭のヒット曲「天涯歌女」。中国の美空ひばりとも言うべき国民的スター周銭。しかしその生い立ちは恵まれていなかった。貧しい家庭に生まれ、6歳で里子に出された。その家庭も貧しく、複雑な家庭環境の中で幼少期を過ごした。そんな周銭に転機が訪れたのは13歳の頃。歌劇団に入団し、歌手としての第一歩を踏み出したのだ。そして19歳で主演した映画で一躍スターの座に就いた。周銭のもう一つのヒット曲がこの「いつの日君また帰る」。戦争で引き離された男女の悲しみを歌ったこの曲は、戦火にあった激動の1930年代に多くの人々の心を癒した。この曲は戦中から戦後にかけて日本の渡辺浜子が歌い、70年代にはテレサ・テンも歌った。周銭の歌は国境を越え、時代を越え、歌い継がれてきた。そんな周銭のレコーディングを担当した人物が上海に暮らしていました。周銭がレコーディングをした当時のレコード会社で、その方と会えることになりました。ここは1921年に建てられた中国初のレコード会社だった場所です。現在はレストランとして使われています。そこには周銭の写真が飾られていました。お邪魔します。どうも、ニーハオ。ニーハオ。こんにちは。どうぞかけてください。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。いいえ、どういたしまして。すごく若々しく見えるんですけれども、おいくつなんですか？私は今91歳ですよ。私も91歳です。本当ですか？びっくりしました。周銭さんと一緒にお仕事をされていたそうですが、どれぐらいの期間一緒に？当時私は駆け出しの作曲家として、私が作った曲を彼女に歌ってもらいレコーディングしたんです。この建物でしたね。確か1942年か43年頃ですね。もうずっと昔のことです。その俺レコーディングで彼女と知り合ったのです。私が作曲した曲ですから、彼女に曲の意味や感情の表現方法などを説明しなければなりませんでした。彼女はちゃんとした歌の訓練をしたことがありませんでした。音楽を勉強したことがなかったんです。でも彼女の生まれつきの才能でしょうね。彼女の歌い方は味わい深くて、彼女の歌は発音がはっきりとしていて滑らかで感情が豊かでした。その声は自然でとても美しかったです。本当にうまかったですよ。私は彼女に曲の説明をしました。ものの30分くらい話をして、すぐにレコーディングをしました。ほとんど完璧でした。1回でレコーディングができました。今レコーディングするために何回もやって完成させるでしょ。
その時は1回でできました。それは簡単なことではないんですよ。そして彼女はとても忙しかったです。大変な人気者でしたから。私は修仙のことをもっと知りたくなりました。そこで修仙が活躍した時代に建てられた劇場へ案内してもらいました。ここですよ。ここですか？ここが入り口です。どうぞ。1930年に建てられた蘭心大寺院。かつて上海に訪れた黄金時代、たくさんの歌姫たちがこの舞台に立った。ここは疎開時代の建物です。とても古いです。そうなんですか。中入ってみて。雰囲気のところですね。上海にかつて訪れた黄金時代、そんな時代に生き人々に愛され続ける修仙。そんな修仙が活躍した時代に建てられた劇場へ、彼女のレコーディングを担当した張さんと向かいました。ここですよ。ここですか？ここが入り口です。どうぞ。1930年に建てられた蘭心大寺院。おお、すごいいい雰囲気のところですね。ついてきてください。あ、広い。蘭心、気をつけてね。大丈夫ですか？今転びそうでしたよ。それが舞台の幕です。昔のままですね。どうですか？あの、1階からその客席から見る景色と全然違いますね。舞台の上から見るのはやっぱり違いますよ。そんなに大きくないでしょ。でもこの劇場は音の響きがとてもいいんです。かつての黄金期は戦火にあった激動の時代でもありました。観客たちはここでひとときだけ辛いことを忘れたのかもしれません。彼女はどんな女優さんであり、どんな、歌手だったんでしょうか？比方说吧、仕事の打ち合わせをする時も彼女はとても謙虚でしたよ。少しも威張るような態度も見せませんでした。当時彼女はすでにスーパースターでした。映画のスターであり、歌のスターでした。一方私は全く売れていない作曲家でした。
でも彼女はちゃんと私の話を聞いてくれました。私の話は何でも真面目に聞いてくれました。ですから仕事はスムーズにできましたよ。周仙さんの人柄はどうでしたか？それが人気につながってると思いますか？彼女ですか？とてもいい人でした。とても質素な人でした。善良な人でした。彼女は有名になっても威張らないし、細かいことを気にしませんでした。ですからみんなからとても好かれていました。周仙さんの歌声を生で聞いてどう感じましたか？彼女の生の歌声は本当に透き通っていました。甘い歌声でした。本当に気持ちが良くなるんです。だから彼女の歌声を聞くと本当に感動するんです。本当に歌がうまかったですね。発声の仕方も完璧です。誰もが聞きやすいんです。彼女は天才ですよ。彼女は本当に当時のトップスターでした。当時の歌といえばやっぱり彼女が一番ですよ。皆さんが知っている歌手なら70年代80年代のテレサ・テンにちょっと似ているんじゃないかと思います。彼女は天才でした。あんな歌手はもう現れないと思います。周仙がスターの座につくきっかけとなったのが19歳の時に主演した映画街角の天使。この映画はラッパ吹きの少年と少女の物語。戦争を逃れ上海にたどり着いた少女が歌うことで生きながらえるという物語。社会の底辺で貧しいながらも楽しく生きる庶民の姿を周仙が演じた。この映画が上映された1937年、上海は戦争へと突入した。戦火に揺れる激動の時代、そんな時代に歌われた周仙の歌は当時の人々の心の支えとなった。周仙がかつて暮らした家が上海にあると張さんに教えてもらい訪ねました。あ、ここですね。1930年に建てられたマンション。周仙はここで1932年から57年まで25年間暮らした。ようこそいらっしゃいました。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。
この電気は当時のものです。私が引っ越してきた時のままです。修仙さんが残していったものです。そちらのシャンデリアもそうです。あ、当時のままなんですね。私はこれがとても気に入ってずっとそのままにしているんです。お邪魔します。部屋の中には修仙が暮らしていた面影が残っていました。そして廊下を進むとリビングがありました。修仙さんはここでたくさんのお客さんと会っていたと思います。修仙さんがここに住んだ時にこの部屋でいろんなお客さんを招いたと思います。わあ、気持ちいいですね。下を見てください。下にある庭もマンションの敷地です。私はそこで時々体を動かしています。下に庭がありまして、我々よくそこで体を座ったりします。この建物は両脇が内側を向き、弧を描くようにカーブしているんです。私の部屋は建物の端にあり、ちょうど南向きになっているんです。それで風通しがとてもいいんですよ。本当に住み心地はいいですね。私はこの部屋が大好きです。バルコニーからは当時から残る古い建物が見えました。修仙もこの景色を見ていたはずです。修仙は39歳の時、病気の治療のため病院に入院しました。そして二度とこの家に戻ることはありませんでした。1957年酷暑が続く夏の日、修仙は病気のため帰らぬ人となった。激動の時代を生き、その美しい歌声で人々の悲しみを癒した修仙。しかし39歳という若さでその短い人生を終えた。修仙は今も上海の歌姫たちの心の中で生き続けている。もう演奏が始まってますね。修仙の歌を歌い続けるジャズシンガーの木行蘭さん。木さんが歌っているのは修仙が歌った風郷世界。そして演奏するのは修仙のバックバンドも務めたテイ徳仁さん84歳。みんなすごい踊ってる。木さんは修仙が生きた1930年代の歌をこうしたコンサートでいつも歌っている。この曲は日本でも知られているイエライシャン。修仙が生きた時代の歌は上海の人たちも大好きだ。
はじめまして、栗山千明です。今日素晴らしい歌声でした。ありがとう。じいさんにとっては修仙さんってどんな存在ですか？彼女は1930年代から40年代、中国特に上海で最も人気がある女優であり歌手でした。歌もうまく踊りもできて、とても才能のある人です。みんなが彼女の歌を聴き、映画を見ていました。もちろん私も大好きです。数年前彼女の歌を改めて聴いて本当に感動しました。前よりずっとずっと好きになりましたね。それで私は修正さんの歌、そしてあの時代人気のあった歌を歌うようになったんです。これからも私はこのバンドでずっと歌っていきたいと思っているんです。これからはどんな歌をどんな風に歌ってみたいとか？最近はジャズの歌い方を研究しています。欧米のジャズだけでなく日本のジャズも。日本にも有名なジャズシンガーがいるのを知っています。いろいろなことに挑戦していきたいのです。修仙は今も上海の歌姫たちの中で生き続けている。そしてこれからも生き続けていくはずだ。2010年5月、上海では万博史上最大規模となる上海万博が開催される。会場は川を挟んで両側に広がる。この上海万博には240以上の国や地域が参加する予定だ。会場では万博開催を目前に控え、パビリオンの建設が急ピッチで進んでいる。よろしくお願いします。こんにちは、ジェトロの花田です。よろしくお願いします。花田さん、栗山千明です。よろしくお願いします。じゃあちょっと全体が見える、はい、あのところに登ってみたいと思います。はい、お願いします、はい、すごい上にここ行けるんですね。そうですね、はい、ほとんどこう高いところから見渡したらほとんどが会場ですかね。そうですね。しかもあの実はこちら側のはあのプートン会場といいまして、はい、この会場は川を挟んで、プートン側プーシ側というその両方ですね、はい、川にまたがった会場、2つの会場からできているんですね。はい、でこちらが大体まああのいろいろ大きな建造物が見えるところになっています、はい、この独創的なこの形なんですけれども、はい、まあ、あの光と雨水をこう受けてそれをまた利用するというような、また綺麗ですね、エコの観点も、はい、非常にありますし、夜もあの非常にライトアップをされて綺麗な形になっています。あっちにもありますけど、あちらもですね、あの非常に大きいものなんですけれども、はい、あちらはあの園芸センターというもので、はい、あそこに実は1万8000人が最大座れる、あの、まあ、要はコンサートホールのような形のものですね。でこれはあの会期終了後も、はい、あの残される形で、そうなんですか、コンサート会場 として使われる形になると思います。上海万博は2008年の北京オリンピックに次ぐ国家の威信をかけた巨大プロジェクトだ。総事業費は3700億円を超え、その経済効果は25兆円に及ぶという。こちら日本館ですね。日本、そうですね、あの日本館はあの過去 の、はい、あの万博、海外の万博でも最大規模 の、 あのものを作って頑張って作っているところなんですけれども、これは何をモチーフにして、
はい、あの非常に形特徴的が特徴的なんですけれども、はい、今この幕のところにちょっと見ていただくと、あのちょっとこう、はい、なんていうんでしょう、黒っぽくというか、あ、ありますね、線みたいに見えますよね、はい、あそこのところには実はあの太陽電池シートがあの内蔵されています。ですのでその太陽電池シートで電気を作るということもやっています。建設自体にもそれにエコが絡んで、はい、そうです、もう非常にもうこれは考えられた、あの建築になっていて、私どもあのこの建物のコンセプトというのが、はい、生命体のように呼吸する建築というふうにあのコンセプトで作っています。日本館の特徴は環境技術を使った建築、建物の屋根など随所にこうした空洞を設け、太陽の光や雨水を利用する工夫をしている。今回の万博の開催で、はい、ええ、上海はどう変わると思いますか？そうですね、あの今回あのここの会場に実は1億人の人が来るというふうに言われているんですね。1億人、はい、はい、それで、1億人というのは実は過去の万博の中でも最大規模 の、はい、あの人数なんですけれども、はい、まあ、それだけの方が、まあ、いらっしゃるということで、うん、上海の、まあ、自体にはまずその、交通などが非常に整備されてまいりまして、はい、経済が非常に活性化すると、いうような形の効果がございます。あの開催を楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。またぜひいらしてください。はい、ありがとうございます、はい、万博の開催に合わせるかのように街は建設ラッシュに沸いている。その一つがこの臨港新城、国家プロジェクトとして開発が進む巨大なニュータウンだ。直径 2.6km の人工の湖の周りに町を作るという大胆な発想。開発が始まったのは2003年、2020年の完成を目指し建設が続いている。総面積は300平方キロメートル。この町には工場や商業施設、さらにマンションなどが作られ、完成後80万人から100万人の人々が暮らす予定だ。そしてこの臨港新城から海に向かって巨大な橋も建設された。総工費およそ1000億円を投じて作られた東海大橋、全長は実に 32.5km。 この巨大な橋をわずか3年で完成させた。そして東海大橋の周囲の海には多くの風力発電施設が建設されている。上海市は市全体の発電量の 2% を風力発電で賄う計画を発表している。実は巨大な東海大橋はその先にある港のために作られた。それがこの鷹山親水港、面積は8平方キロメートルに及ぶ巨大な港だ。上海の海は遠浅のため大きなタンカーが入港できない。そこで水深が深い沖合にこの巨大な港を作ったのだ。上海市が2008年に発表したデータによると、上海の貨物取扱量は4年連続で世界1位になった。躍進を続ける上海の国際物流拠点として鷹山親水港の発展が期待されている。さらなる巨大都市へ変貌する上海。そんな上海の基礎ができたのはおよそ600年前の明の時代だ。当時作られた庭園が上海市内に残っている。御苑だ。御苑の造営が始まったのは1559年。上海出身の役人が父親のために作った庭園だ。完成するまでに18年という長い歳月がかかった。そのため父親は完成した庭園を見ることなく亡くなったと言われている。
庭園の瓦には龍が施されており、龍の園とも呼ばれている。上海には街の至る所に歴史的な建造物が残る。高層ビルが立ち並ぶ上海の街中にひっそりと佇む聖ヨセフ教会。今からおよそ150年前の1861年に建てられたカトリック教会だ。この教会には幕末に活躍した武士高杉晋作が訪れた。上海の豊かな経済力と高度な文明に衝撃を受けた高杉は、その様子を幕府に報告した。教会の中には当時作られたステンドグラスが今も同じ輝きを見せている。ここは当時日本人が住んだ武神路。1920年代に入ると多くの日本人が上海に暮らした。ここは当時住んでいた日本人が作った西本願寺。そしてそんな町の一角にもう一つ当時の建物が残っている。現在は銀行として使われているこの建物。ここはかつて内山勘蔵が経営した内山書店。内山はあの阿久聖伝を書いた中国の作家魯迅と交流があった。当時左翼作家としてマークされていた魯迅を内山が何度もかくまったことで知られている。そんな魯迅が晩年に暮らした家が上海に残っている。赤レンガ造りの3階建てのテラスハウス。1936年に没するまでの3年間この家で家族と過ごした。魯迅は2階にある部屋を書斎兼寝室として使っていた。窓際には魯迅が使っていた机が当時のまま置かれている。魯迅の暮らしぶりが忍ばれる。上海には食の歴史もあります。疎開時代の上海である料理が生まれたと言われています。余園の近くにあるお店へ食べに行きました。そのお店が100年以上続く老舗南昌満桃店。おー、来ました。これはカニ味噌入りのスープを小籠包の皮で包んだものです。暑いから気をつけてください。こちらは豚肉が入った小籠包です。これはカニ味噌が入った小籠包です。カニ味噌。疎開時代に上海で生まれたと言われる料理、それがこの小籠包です。こちらのお店の名物、カニ味噌が入った小籠包。あー、これの上でやるの。スプーンの上で食べれば中のスープがこぼれませんから。もったいないもんね。よいしょ、開け。
なんかやっぱ色がちょっと違う。カニ味噌かな。あー出てきた。あうん、コクがやっぱりまた全然違う。カニ味噌の本当に味がする。うん、あ美味しい。お汁がすごい。なんかこれ自体もすごく美味しいけど、この中のつゆというかもうすごい美味しいですね。歴史ある町上海。そんな上海には中国最古の演劇といわれる舞台の上で舞う歌姫たちもいる。そんな歌姫たちに会いに行きました。わあ人がたくさん。あ私の席はここですね。若い人が本当多いですね、この日の公演は大学の講堂で行われた。会場にはたくさんの学生たちが集まった。中国最古の演劇といわれる昆劇。2001年にはユネスコの世界無形文化遺産に認定された。昆劇は今からおよそ600年前の明の時代に蘇州で生まれ、19世紀に起きた内乱から逃れるためその拠点を上海に移した。狂劇など中国の演劇に大きな影響を与えた昆劇。日本の坂東玉三郎も傾倒し、これまでに上海で公演を行っている。昆劇は笛や二胡など中国の伝統的な楽器の演奏に合わせ、役者たちが歌いながら踊るのが特徴だ。この日演じられたのは韓翔という物語だ。韓翔は中国の歴史書の一つ漢書の作者韓子の妹。韓翔は兄が亡くなった後その遺志を継ぎ、苦労をしながらこの漢書を完成させた。初めて見ました。本当にメイクとか音楽とか私のイメージしていた上海にすごく近かったので、はい、楽しかったです。あとはですね、皆さん本当にこうなんか細やかな動きが本当に綺麗で、指の先まで神経が通ってるようなそんなお芝居でしたね。素敵でした。公演後楽屋を訪ねました。お邪魔します。ニーハオ。どうぞこちらへ。ちょっと終わったばかりで申し訳ないんですけど、ちょっとお話を伺いたいと思います。大丈夫ですよ、座ってお話をしましょうか。
今劇はどういうきっかけで始めたんですか？小さい頃、11歳か12歳の時に始めました。当時よくテレビや劇場で今劇を見て惹かれました。とても美しいと思ったからこの仕事に就いたんです。そうですね、私も本当に綺麗だと思いました。魅力は何だと思いますか？他の演劇と表現の仕方が違って、今劇が最も重視しているのは歌と踊りです。ですから歌を歌いながら美しい踊りをたくさんします。歌声も優雅で美しいと思います。役によってそれぞれ違う形があって、その動きがとても美しいと思います。本当に舞うように踊ってらっしゃってすごい素敵だったんですけども、その一方で難しいところってどんなことでしょう？今劇はどんな役でも難しいと思います。役者たちは体の動きや歌の歌い方に気を使っています。立ち回りを演じる役者はもっと大変です。小さい頃から刀や剣の扱い方を学ばなければなりません。女性の役者は美しく踊りながら立ち回りの技術もしっかり覚えなければなりません。今劇は高い技術が要求される芸術です。今劇の世界で言い伝えられている言葉があります。舞台の上で1分間演技するためには、舞台の下で10年間修行する必要がある。一見簡単そうに見える演技ですが、槍を投げたり袖を振って舞ったりするのは、長い間練習することによってようやくできるようになるのです。これからもじゃあ長く続くと思われますか？ええ、続くはずです。私たちの世代の責任が重いと思っています。伝統的な演目を次の世代に伝えないといけませんし、新しい演目も作らなければなりません。私たちの世代で今劇をもっと充実させたいと思っています。あなたも実際に今劇を演じてみませんか？いいですか？できるかな？ありがとうございます。緊張する。上海今劇団のユさんに誘われて今劇を少しだけ体験させてもらいました。私が先にやってみせますから。はい、はい、まず右の袖を振って、次は左の袖を振ります。こうして両手を交差してから左手を上げます。右手を回して、足を一歩前に出しながら指を突き出します。右の袖を振って、次は左の袖を振ります。両手を交差してから左手を上げます。そうです、右手を回して足を一歩前に踏み込みます。そうです、今劇は腕を丸くするのが基本です。そうです、そうです。うまい、うまい、覚えが早いですね。本当に覚えるのは早いですね。本当ですか？天才ですね。やった天才。ありがとうございます。はい、中国最古の演劇と言われる今劇の舞台で舞う歌姫たち。彼女たちの活躍で今劇はこれからも続いていくはずです。上海は中国映画発祥の地と言われている。上海市内から車で1時間ほどの場所にアジア最大規模の映画撮影所がある。およそ200億円もの巨費を投じて作られた映画撮影所、上海永志楽園。
撮影所の中は1930年代の上海の街並みが再現され、中国国内だけでなく世界中の映画やテレビドラマが撮影されている。いやすごい広くてびっくりしました。なんかどこまでがセットだか分かんないですよね。日本のスタジオとかセットとは比べ物にならない広さだと思います。なんか本物みたいで、昔の上海はこんな感じだったんでしょうか。当時上海市内を走っていた路面電車も再現されている。なんか可愛いですね、おもちゃの世界みたいな。車も この撮影所では日本のテレビドラマ華麗なる一族の撮影も行われた。路面電車に乗って撮影所の中を案内してもらいました。失礼します。映画のためにセットを増やしたりとかすることは当然あるんですか？そうですね、街の様子や看板などは撮影に合わせていつでも変えることができます。広いからそういう風に建てたりできるんですよね、きっと。ええ、撮影所の面積は30ヘクタールあります。今車窓から見えた上海の古い街のセット以外にスタジオが6つあります。車窓から疎開時代の街並みが飛び込んできます。路面電車から見えた撮影現場へ行ってみました。撮影していたのは中国のテレビドラマ。撮影の様子を特別に見せてもらいました。この日撮影していたのは疎開時代の上海を舞台にしたラブストーリーです。このドラマの監督の蘇さんにお話を聞きました。你好，今日よろしくお願いします。今年度班长，谢谢。今中国ではどのようなテーマの作品が流行ってるんですか？目前是有一些。そうですね。戦争テーマにした作品が流行ってますね。もう一つは家族をテーマにした作品ですね。家族戏。これからはどんな作品を作っていきたいと思いますか？中国のドラマのマーケットはほとんど中国国内ですが、私はちょっと違う企画を考えています。今撮影しているドラマが終わったら取り掛かりたいと思っています。どんな作品かというと、
まだ構想中ですが、中国の軍隊の物語です。1935年か36年のこと、軍隊が長距離を移動している最中、ある部隊の女性兵士のグループが突然盗賊と出くわし、争いになりました。結果、女性兵士は全員死亡しました。悲しい物語ですが、私はその女性兵士の愛と友情を描きたいのです。6人の兵士は最後まで諦めず、互いに助け合いながら戦い抜いたのです。完成したら日本でも放送できたらと思います。皆さんに気に入ってもらえたら嬉しいですね。お時間ないところありがとうございました。そして上海で活躍する女優さんにも会いました。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。上海を中心に活躍する女優孫星、これまでに20本以上の映画と30本以上のテレビドラマに出演した注目の若手女優だ。お仕事されてどれぐらいになるんですか？十数年になりますね。どうですか、ここの撮影所で撮影されたりももちろんしてるんですか？そうです、ここで制作された映画やテレビドラマ、そして CM に出演しています。今日本の人とか海外の人も中国の映画やドラマを見る機会が多いと思いますが、そういうことを意識されたりしますか？中国はもちろん、海外でもみんなが楽しめる作品に出演したいと思っています。みんなが好きになる、世界中で上映できる作品ですね。それを目標に努力をしています。これからはどんな作品でどんな役をやっていきたいですか？私が演じたいのは女性の複雑な心の世界を表現する作品です。そんな役を演じることで自分ももっとレベルアップしていきたいと思っています。最近はどんな作品に出演しているんですか？日本の映画やドラマ、あとコマーシャルとか、多分近いことをしていると思います。嬉しいですね。早くあなたの作品を中国に持ってきてください。中国であなたのファンがもっと増えることを楽しみにしています。私にもできますかね？その日が早くやってくることを期待しています。いつか早く見られるように期待してます。 ありがとうございます。じゃあまずはちょっとずつこっちに遊びに来て、いろんなところを見て、観光して勉強したいなと思います。日本の作品もこの撮影所でよく撮影されているみたいなので、私も、きっと来る機会があると思うので、またお会いできたらなと思います。ぜひぜひ。逆に日本にも遊びに来てください。はい、機会があればぜひ。中国映画発祥の地、上海で見たドラマ撮影の最前線。古い街並みを再現した撮影所の中で、監督や女優たちは新しい挑戦を続けていた。未来都市へ変貌を続ける上海は、経済の中心だけでなくファッションなど流行の最先端を行く街だ。そんな上海で夜ごと開かれているファッションショーがある。中華五千と呼ばれるファッションショー。中国5000年の歴史をイメージした衣装を時代順に女性たちが身にまとい紹介するというものだ。
これは唐の時代をイメージしたファッション。この時代は政治が解放され、服装もどの時代よりも開放的になった。そんな時代をイメージして作られたのが、全身に花をまとったこの衣装だ。これは明の時代をイメージしたファッション。この時代は袖の長い衣装が特徴だ。そして中国最後の王朝、秦の時代。女性たちの衣装も鮮やかで生めかしい。そんな上海のファッション業界で働く一人の日本人女性がいる。中国一高いビル、上海環球金融中心の中にあるセレクトショップに、その女性の姿があった。石川理恵さんだ。石川さんは4年前まで女性ファッション雑誌のフリーライターとして日本で働いていた。けれども、やっぱこういうあのキラキラついてるの方が、特に中国の女の子が好きみたいですので、うん、石川さんはこれまでの経験を生かし、自らデザインしたバッグや雑貨を販売している。彼女のアイデアは上海の人たちにとって新鮮なようだ。こういうやり方もあるんですか、うん、初めて知りました。あのなんか丸い感じでコロンとするの、これかわいい。初めて知った。半年以上あの形をいろいろ試して最終的に落ち着いた形で、一個一個全部手作りでやってます。石川さん の商品はシルクをうまくトレンドされているので、使いやすい、みんな声を上げてますよね。売れていますか。売れてます。特にお花とかコサージュとか売れてます。石川さんは上海市内に自分のお店も持っている。このお店では石川さんがデザインした服を売っている。邪魔します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どんな服を、これですか、作ってる。そうですね、あのデザインを私がやっていて、あとはあの作ってる人はローカルの裁縫店の上海人の人たちに作ってもらっています。はい、ちょっと見せてもらってもいいですか。どうぞどうぞ。あのお洋服の特徴としては、はい、全部あの上海の中国シルクを。あ、本当だ、うん、気持ちいい。そう、あの着心地もすごく軽いし、はい、あと、うん、今の時期だと暖かいので、はい、あの割と1枚でもすごく暖かいですね。こういった感じのちょっと見覚えのあるようなこう、はい、中国ボタン、ね、はい、伝統的なこうディテールを入れて、うん、だけど全部がこういうものだと割とちょっとバタ臭くなってしまうので、うん、あのこういったちょっとあのプリーツスカートとの組み合わせで今風にアレンジしてるっていうものもありますね、うん、中国ボタンだと他にもこういう、あ、この中国ボタン、ここあとここに中国ボタンがついてるんで、はい、ここら辺も結構人気。そうですね、はい、お土産みたいな形で。そうですね、はい、いいですね。石川さんは上海で見つけた中国の伝統的なデザインとファッションライター時代に得た最先端のデザインを融合させ、これまでにない新しいファッションを作り出そうとしている。
日本でファッションライターをされていた、そうですけども、上海に来たきっかけは何だったんですか？上海に来たきっかけはもともと夫が上海で働くことになったので、それでついてきたっていう、すごく受動的な理由なんですけど、それで一応日本での仕事を全部辞めて、でそれで上海に来ました。どうでしたか当時来たばっかりで？そうですね、なんかね、ずっと表現する仕事はずっと続けていきたいと思っていたんで、すごくいいチャンスだなと思ったんですね。もうね、東京での仕事はもう睡眠時間が3時間とか全然当たり前で、フリーランスだったので、だからノンストップの生活だったから、まあそれをちょっと変えるいいチャンスかなっていうふうに思って。お店はどうですか？言葉がやっぱりわからないと難しいですよね。そうですね、なんかこっちに来て、1年半でお店始めたんですけど、もう語学学校にも行ってないですし、もう突然本当に上海に来たんで、シェイシェイとザイチェンしか言えなかった、ニーハオと3個しか言えなかったんですけど、お店始めることで生地市場の人とも顔見知りになって、あと裁縫店の人とも仲良くなって、それでもうその都度その都度単語とか会話の教えてもらって、それで勉強して。これからの夢は何ですか？そうですね、お店に関して言えば、私自身気に入ったものをずっと着ていたいっていう、気に入ったものはずっと使いたいっていうふうに思ってるので、このお店自体も気に入っていただいた方にいつも来ていただければなと思ってるので、とにかく、ずっと続けることっていうことですね。石川さんに誘われて中国の伝統的な衣装チャイナドレスを作りに行きました。持ってます？チャイナ服まだ実は作ってないです。そうなんだ。今日はちょっといろいろ自分のためにもみたいななんて思いました。やってきたのは上海市内にあるチャイナドレス店。このお店が開店して10年で、一応名物のおじいさん、92歳のおじいさんが、92歳、はい、現役でニハオ採寸をしてくださいます。はい、で伝統的な洋服なので、やっぱりちゃんとしっかりした伝統的なお店で、選ぶのがいいかなと思って、このお店が、おすすめです。チャイナドレスは中国最後の王朝秦の時代の宮殿衣装だった。それが1930年代上海で欧米のスタイルを取り入れ、現在のようなドレスタイプの衣装に進化した。まずは生地選び。鮮やかな、なんか縁取りの色の組み合わせ、不思議ね、色々。そうですね、例えばこういうピンクというとか、なるほど、こういうのとちょっと現代風の感じ。この色も綺麗。かなり綺麗。这是双管的那个。啊，真的。鮮やかに。どうかな。どうかな。プロの目から見てどう思います？何色がいいと思いますか？迷います。どうしましょう。これで例えば刺繍もしてみたいですか？できたら。できたら刺繍。間に合いますかね？お願いします。こちらのお店はオーダーメイドでチャイナドレスを作ることができる。採寸はこの道76年、92歳のご主人が行う。
谢谢どんなのができるか楽しみです。どんなドレスができるのか、完成は2日後だ。オーダーメイドで作ったチャイナドレスが出来上がった。ニーハオ、できましたか？あ、これ、ありがとうございます。あ、本当だ、刺繍が入ってる。どうぞ着てみてください。あ、はい、じゃあ着てみます。どうでしょうか？腰から足にかけて入れた刺繍は菊の花をモチーフにしたもの。そして襟元にも菊の花をイメージした刺繍を入れてもらった。清王朝の歴史を受け継ぐチャイナドレス、中国では現在でも礼服として着用されている。上海のファッション業界で働く石川さんに誘われて上海料理を食べに行きました。ここは疎開時代の建物を利用したレストラン。カニがとても美味しい時期なので、はい、あ、いい時期ですね。ぜひ、はい、上海から。よかった、はい、おしゃれなとこですね。ねえ、綺麗なとこです。あ、ニハオ、ニハオ、ニハオ。おー、なんか個室ね、素敵。あの絵もカニの絵で、あ、本当だやっぱりカニが有名なお店なんで。そうですね、日本人の間でも人気のお店です。おお、ぜひぜひ。はい、はい、これがあの上海料理の代表的なエビ、カワエビですね。それとカニの身を和えたものです。炒め物ですね。おいしそう。この黄色いのがカニの油になりますね。で、茶色いのはお酢です。あ、これかけて、はい、うん、最初かけないで食べてみて、後でかけて食べるっていうので。はい、でこれはカニの上海ガニの足とアスパラを炒めたものですね。カニの足なんだ。上海料理は北京料理、四川料理、広東料理と並ぶ中国四大料理の一つ。上海料理の特徴はエビやカニなどの魚介類をたっぷり使うというもの。海や川が近いため新鮮な食材が豊富なのだ。また欧米の文化も根付いているため、ミルクなどを使う西洋風の調理法も特徴だ。じゃあとりあえず最初はこのまま食べてみます。そうですね、うん、プリプリしてて美味しい、ね、あの皮エビなんですけど全然臭みとかもなくて、うん、はい、全然ない。さっぱりして美味しいですよ、ね、うん。そしてお待ちかねの上海ガニ。ガニだあ、そのまんま来るんです ね、 ね、こ
ち向いてますね。上海ガニは秋から冬にかけてのこの時期が旬だ。ジェレタイ、ジェレタイ。カニを食べると無口になります。あ、味噌がいた。あら。この時期の上海ガニは味噌がたっぷり入っている。で、大体あのカニも独特の香りがあるので、あの自分の手でやるときは匂いがつきやすいんですよ、はい、なのでその時はあのジャスミンティーで手をゆすぎながらよくこうやってやってますね、はいはい、そういうふうにして匂いがつかないように、はい、食べてます。味噌が入ってて美味しそう。これすごいですね。大体上海ガニは10月ぐらいから12月ぐらいまでが一番ピークで美味しい時期なんですけど、最初はオスの方が美味しくて、はい、後半になるとあのメスが卵を持つようになるので、はい、あのメスの方が美味しくなるんですよ。へー。あー、ここ美味しそう。感じ、うん、うん、口の中にずっといてほしい、うん、うん、絶対お酒とも合いますよね。あの紹興酒と合わせていただくのも美味しいですね。美味しそう。ちょっと大事に食べたいですね。ゆっくりマイペースで食べてください。食べてますか。はい。流行の発信源上海。そんな上海のファッション業界で働く石川理恵さん、彼女は新しいトレンドを作るべくこれからも活動を続けていく。摩天楼の下で歌姫たちが舞う上海。そんな上海では新しい歌姫たちも誕生している。上海の中心部にある最新のコンサートホールでこの日そんな歌姫のコンサートが行われた。会場には全国からたくさんのファンが集まった。 3,4 時間かけて電車で地方から来ました。どんなとこが好きですか？彼女が頑張っている姿と彼女の歌声が好きです。この日コンサートを行ったのは上海出身の蕭文昭。全国ツアー中の凱旋公演だ。蕭文昭、1982年上海生まれの27歳。2006年に中国のオーディション番組で優勝しデビューを果たした。これまでに3枚のアルバムをリリース、すべて10万枚以上のヒットを飛ばしている。会場は熱気に包まれた。
コンサート終了後、単独インタビューに応じてくれた。日本のテレビは初登場だ。上海の新しい歌姫にこれからの夢を聞いた。私は中国の歌手が海外に進出して中国の音楽を世界に広げてほしいと思っています。私もアメリカで歌いたいと思っています。そして日本でも歌いたいと思っています。中国にはいい曲がたくさんあります。外国の人たちにもっと私たちの歌を聴いてもらいたいと思っています。新しい挑戦をする歌姫、その中には日本から来た女性もいる。渡辺泉さん、14年前に上海に渡り、以降ここ上海を拠点に活動を続けている。渡辺さんが歌手になったきっかけは、1994年に出場した NHK のど自慢チャンピオン大会。この大会で優秀賞を受賞した。そんな渡辺さんは上海の音楽が大好きだという。ジャズあり、中国の民謡あり、あと戏曲っていうのかな、そういうのもあり、で外国から入ってくる西洋のポップスもあり、そういうのがみんな融合している、渦巻いているようなところで楽しいですね、渡辺さんは作曲家であるご主人と新しい曲作りに挑んでいる。ご主人は上海に初めてできた音楽大学、上海音楽学院の准教授でもある。新しい曲作りに挑戦する渡辺さんを訪ねました。ここですかね。失礼します。はじめまして、よろしくお願いします。栗山千明です。もう、はい、渡辺泉です。よろしくお願いします。今、あ、主人、はい、主人の城謙虚と申します。你好，你好，初めまして。栗山さん、那个李山，钱明小姐，很有名的女演员。こちらはあの、はい、生徒さん、主人の生徒さんで、民族楽器の生徒さんです。お邪魔します。她是很有名的女演员，李山小姐。今は何をされてたんですか？今はね、アルバムの中の曲のリハーサルをしてたんですよ。ちょっと見学させていただいてもいいですか？はい、喜んで。はい、じゃあ、あちらに座っていただきましょうか。どうぞ。ありがとうございます。那我们排练一下。開始了啊。準備了。音教好了吗？前面的古筝啊，この曲は三字経という歌。中国の古い詩にご主人の徐さんが新しい曲をつけたものだ。
最后一个樱花，谢谢。哦，揉揉揉你的头。今日までもいろんな歌をこう上海に来て聴かせていただいたんですけど、特になんか新しいというか本当に初めて聴くような感覚で、はい、素敵でした。他呢到上海来，到上海来呢，听了很多音乐，但是呢这首曲子呢很有新意，好像从来没有听过的，所以呢很喜欢，很新的。我很高兴他能听懂我的音乐。すごく嬉しいです。あなたがね、僕の音楽を理解してくれてとても嬉しいです。因为我这个歌里边呢，还有我自己的一个个性。この曲の中にはね、他の曲もそうですけど、僕の個性がすごく詰まってて、僕の音楽に対する情熱っていうのがあるので、それがすごく。我觉得世界上最好的音乐就是要有个自己的个性。世界的にいい音楽って言われるのはね、やっぱり自分の個性っていうか、そういうものが入っているものだと思う。はい、歌はどうですか。歌はね、はい、こうやって歌詞がある歌もすごい好きなんですけど、はい、特にね最近好きなのがね、その場のソロマン立った時に、自分で湧いてくる音っていうのがあるんですよ、その場のその雰囲気でね、それを自分で感じながら出すのがすごい好き。フィーリングで歌うみたいな。そうですね、だから歌詞があったりなかったり、その時しかできない音っていうのかな、だから二度とその同じようなメロディーはないっていう、それもすごい好きで今、ちょっとライブ感があって楽しいです。そうそうそう、どうですか住み心地というか。住み心地はね、やっぱ住めば都一言で言うと。そうですか。でも初めはもうとんでもなかったですけどね、もう12、3年前だから、今みたいにこう発展してないし、だからで言葉も喋れないから、友達もいないし、だからそうだったけれども、それがあったからこそ今の自分があって、なんていうの、上海に育ててもらったみたいなね。じゃあ最後にこれからの夢は何ですか。これからの夢はね、主人とも話しているんですけど、もううちの家族が日中友好みたいなもんなんですけどそういう日中の友好に、私たちの音楽で少し貢献できればいいなっていうのが、最大の夢ですね。ぜひぜひ。なんかすごくちょっと羨ましい感じです。これからもお子さんと一緒に曲を作ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。シェイシェイ。どうも、ファちゃんの本。日本から上海に渡り、新しい曲に挑戦する渡辺泉さん。渡辺さんはこれからも上海で歌い続ける。未来都市へ激しい変貌を続ける上海、そこにかつて生きた一人の歌姫がいた。そして今も歌い続ける歌姫たちがいる。大きく変わろうとしている上海で、新しい音楽に挑戦する歌姫たち。そんな彼女たちの活躍で、歌姫たちの世界もまた未来へ向かい大きく変わるはずだ。